キャラクター1に。ご来場の皆様、こんにちは。なの。というわけで、やってきました、キャラクター1。大盛況ですね。そうね、人がたくさんでちょっと驚いたわ。あ、私やりたいことが一個あったんだ。どうせ画面の向こうにこんにちはって言って、それが帰ってくるのを確かめたいとかでしょ。う、悪いですか。やめときなさい。万が一帰ってこなかったら死にたくなるほど恥ずかしいわよ。そのリスクを踏まえた上でやってみる？いや、やめときます。でも本当、見渡す限りの人、人、人ね。金原の人口の数倍はいるんじゃないかな。それは言い過ぎかと。でも、想像以上の来場者なのは確かですね。あれ、ノアちゃん、どうしたの？人混みに酔った。無理してくるからよ。おとなしくナオカで留守番していればいいのに。まあ、それもノアちゃんの気合の表れってことで。でも、来たはいいけれど、私たちは何をすれば。その道行く人々を楽しませるとか。なんか大道芸みたいな仕事ね。踊るアホも見るアホも。カズハさん、ニュアンスは伝わりますが、言葉としては間違えていますよ。あ、すいません。夏の魔女のパレードの人はツッコミが容赦ないの。そうよね。空の作り方ならカズハのセリフを生温かく見守ってあげるのに。いや、そっちもきついっす。まあまあ、とにかくすべきことは簡単よ。二つの作品、夏の魔女のパレードと空の作り方のアピールをすればいいの。アピールといっても、これがなかなか難しいですよね。あ、何が難しいの？そもそも作品の共通項が少ないから、まとめてアピールするのが難しいのよ。そう言われると確かに少ないかもしれませんね。共通項といったら、両作品に魔法使い魔女が出ることでしょうか。言いにくいんですけれど、魔法使いこっちでは私だけです。え、そうなの？他の人は？絶賛フリーターです！ホムンクルスなの。マフィアの用心棒。ひゅー、パニー。ねえ、こっちでフリーター、ホムンクルス、もしくはマフィアの用心棒の人いる？いないです。いないわよ。いません。やばい、共通項がない。他にも共通項はある。え、本当？ノアちゃん。うん、それはそれは両作品とも面白い。うわぁ、いい顔してんなぁ。いいこと言ったぞとでも言いたげようね。不満？
それならまだある、共通か。え、何ですか？両方ともアダルトゲームなの。いや、そこはがっつりをしていくのはちょっと恥ずかしいというか。ゆりかさん、何がおかしいんですか？いや、どうせ本編ではベッドでしてになるのに今更っていう感じ。わあ、ゆりかさんストップ！てか、さっきから言わないでおこうと思ったんですけど、飲んでますよね、酔ってますよね、酒臭いですよ。酔ってなかったらこんな大勢の人の前に出てくる気にならないわよ。めんどくさい。すでに飲んでいることは否定しないんですね。空の作り方のイメージがだだ下がりですよ。ひとまず落ち着きましょう。ここは気を取り直して。気を取り直してどうするの？エロゲーなんだからエロいに決まってんだろ。わら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 って煽るの？違うわよ。共通項は他にもあるかなと思って。例えば？ああ、ほら、両作品とも主人公が魅力的じゃない？赤面するくらいなら言わなきゃいいのに。うるさいわね。別にいいでしょ。でも魅力的な主人公か。こっちで言うと自称探偵イカルミ涼。こちらで言うと世界最高の魔女の息子アマツユキトさん。なるほど、百里あります。では私が兄さん天津ゆきとの魅力について一昼夜語りましょう。一昼夜？じゃあ私は三日三晩。イベントが終わるでしょう。問題はそこではないかと。対照的にこっちは1分くらいで終わっちゃいそうね。それはゆりかさんが面倒くさがりだからです。いいこと思いついちゃった。おお、カズハが自信満々。いいことっていうか余計なことをひらめいた顔よね。ここはあれだよ、両作品の肝、つまりセンターヒロインの魅力を押すのが作品を分かってもらう手っ取り早い手段だと思うんだ。自分が面倒になってきたからってハルとアリサに投げるのはどうなのかしら。シャラーップ！酔っている人には言われたくありません。投げたというのは否定しないんですね。カズハ評価だだ下がり。それならノアちゃんがやる？ハル、頑張る。味方ゼロ？アリサさんはどうしますか？やります。ここでアピールすればユキトさんからの好感度それじゃあせっかくだし両者同時に自らの魅力をアピールしてもらおうかしら。ハル、ベストを尽くすの。アリサちゃんも頑張って。はい。よし、行きます。
時間切れだ。無駄話で尺を取りすぎたみたいだね。え？もう終わり？あー、全然アピールできてないよ。では皆さん、引き続きキャラクター1をお楽しみください。おー、すごい、無理やりまとめたな。っていうか、切り替え早すぎない？時間切れですから仕方ありません。そうでしょ？意義なし、ナノ。まあ、お楽しみは作品をプレイするまで撮っておくということで。では、今後とも夏の魔女のパレードと空の作り方の続報にご期待ください。ねえハル、ちなみにどういうアピールをしようとしたの？あ、私も気になるわ。アリサ、なんて言おうとしたの？それはですね、私は、あー、それは、カットして正解でしたね。割と自信あったのですが。